今日は2020年3月6日クラフトのこれはブラッコイタリアーノのリングに来ています。ブラッコイタリアーノですね。ブラッコイタリアーノ、ただ名前を連呼していますが、犬種名を。この犬種僕はね好きなんですよ。その何がどう好きなのかはね言葉で表現できないんですよね。何ですか、ブラッドハウンドみたいな感じですよ。その耳がこう長くて垂れていて、なんかあらちょっと間違えた、すいません。そのなんか好きなんですよね、こういうタイプの犬が。なんででしょうね、なんでか分かんないけど好きなんですよ。その分かんない、なんででしょうね、この耳が長くて垂れてるこのルックスが好きなんですよ。あれ席取られてんのかな。ちょっと座ってみようかな、一瞬だけ。このちょっとカテゴリーがわからないんですけど、好きですよね、たくさんの人が。どうなんですか、こういうタイプの犬たち。ブラッドハウンドと、ブロッドハウンド、ブラッドハウンド、ブラッドハウンドか。音はあの間ぐらいの発音なんですよね。だからどっちに、日本語で言ったらどっちに書いたの、ブラッドかな。あの耳が垂れていて、こうまあ大きな体で、僕は結構好きですけどね、こういう耳が垂れてる犬が。なんででしょうね。僕一番最初小さい時、小学校の1年生ぐらいから犬を飼ったんですけど、だから5歳とか6歳ぐらいから犬を飼ったんですね。その犬がビーグルだったんですよ。もうすごい、もうなんていうか、もう愛してましたね、一心同体でしたね。
とにかくその犬のことがもう信じられないぐらい愛してたんですよ。その犬のことがではありません、その犬のことをです。それでとにかく、まあ、その犬がいたからかもしれませんが、とにかく、まあ、こういう耳が垂れている犬が僕は好きなのかなという感じがしますが、別にね長くて垂れていなく、まあ、だからそうとは限らないんですよね。別に長くて垂れている犬だけが好きなわけじゃないですから、別にそういうわけではないので、まあ、そう一概には言えないんですけど、これジャッジの方大変ですよね。たくさんの犬の中からまあ、その優劣がはっきりと明らかな場合は問題ないと思いますが、優劣がつきにくい場合あるじゃないですか。でも優劣をつけなければならないじゃないですか。だからその恨まれたりしますよね、絶対に。本当にあのジャッジはダメだとかなんとかかんとか様々なことを言われて、選ばれなかった犬の人たちから、だからなんか恨まれたりする可能性がありますよね。可能性がですよ、必ずそうなるとかではなくて、そういう可能性がありますよね。だからジャッジの方大変ですよね。特にこういう大きなドッグショーだと、これはねものすごい、そのいろんな人の、たくさんの人の強い思いがありますからね。だからおそらくで、お金もかかってますしね、犬を育てるっていうか、その繁殖させていい犬を作るっていうのにはものすごくお金もかかってますしね。だからその何て言うんでしょう、でそのハンドラー、プロのハンドラーに預けてもものすごいお金かかるじゃないですか。でいいのを買ってきて繁殖させるのもお金かかるし、つまり一頭の犬がこのクラフトとかワールドドッグショーもそうですけど、まあ、様々なユーロドッグショーでもそうです、あとウェストミスターとかそういう大きなドッグショーに犬が出場するまでにはものすごいお金がかかってるわけですよ。それはで、そのなんでお金をかけてやっているかというと、一番を目指すからですよ。いい犬を作ってやるからには勝ちたいですからね、それはね、もちろん。だからその参加する以上はやっぱりそれはみんなが一番を目指してやるわけですよ。ベストインショーを、ね、目指すわけですよ。だからそのお金もかかっているし、強く一番になりたいと思って願ってやってるのに、そこで自分が納得できないジャッジをされたら、やっぱりそれは誰でもそれは嫌だなっていう気持ちになるのは当たり前ですよね。それね、明らかに優劣があったらそれは問題ありませんよ。それはあ負けちゃったな、これもう相手が悪かったな、相手がすごいいい犬だったって言って諦めつけますが、どっちがいいか分からなかったり、あるいはもうすでにどっちがいいか分からない場合ももちろんなんか納得できない状態になりますが、自分の方が明らかにいい場合、自分の犬の方が明らかにいいのに負けてしまうということがあるわけですよ。ドッグショーのジャッジの中では。それはどういうことかというと、ジャッジが買収されている時と、なんかジャッジの友達の犬が出ていたり、あるいはジャッジがなんか接待されて、まあ接待されているのもなんかもう買収されているのと同じですよね、接待で。
いいもの飲み食いさせてもらったりとか、そしてまあその時お金もらわなかったとしてもですよ、あるいはもう飲み食いしたらちょっとこれなんか使ってとか言って お金あげたりとかしても、それはなんていうか、その何ですか、それも 100% 賄賂ですよね、それね。つまり買収されてるわけですよ、お金によって。これなんか何かに使ってとか言ってさ、言ってさじゃなくて、言ってお金を、現金を渡していたら、別にこのお金でうちの犬を飼たせてくださいとか、そんな直接的なこと言わなかったとしても、そのお金によってもしその人の犬を選んだんだったら、それはもう買収されているわけですよ。そういうことがあります。だから自分の犬が明らかにいいのに負ける時があるわけですよ。たくさんのお金をかけて、時間とお金をかけて、ハンドラーに頼んで、ものすごい努力をしたのに、努力と時間とお金をかけてようやくここにたどり着いたのに、自分の犬よりダメな犬に負けてしまう。機関銃乱射事件に発展しますよね、これね。だからジャッジは恨まれる場合があるわけですよ。ですからジャッジにこれからなろうという人は、それを踏まえて、あ、決まった、踏まえてジャッジにならなきゃいけないわけですよ。理想的なのは自分の目で見て本当にいいと思った犬を選ぶこと。それ以外の何者もそのジャッジに紛れ込ましてはいけません。友達だからとか、お金をもらったからとか、何か食べさせてもらったからとか、そんなことで選んじゃダメなんですよ。ただ純粋に犬の良し悪しだけで犬を選ばなきゃいけないわけですよ、ジャッジは。犬を見ないでハンドラー見てるときありますからね、ジャッジが。なんでハンドラーで選ぶんだ犬を、みたいな。純粋に犬の良し悪しだけで決めるべきなんですよ。もちろんドッグショーなので、ショーだから、そのハンドラーのコントロールとかね、それは多分大事なんだと思いますよ。出なかったら、だってただ単に犬をなんか柵の中かなんかに入れて、ただ放し飼いにして、バーって全部犬の柵の中に入れて、自由に運動させて、遊ばせて、どの犬がいいかって決めればいいんですけど、でもそれだとドッグショーにならないんですよね。ハンドラーがこう犬を引いて、犬を走らせて、ショーとしての形を作らなきゃいけないわけですよ。だからそのハンドラーの技術だとか、まあ、そのコントロールの仕方とか、そういったのことも、なんていうか、そのショーのジャッジの要素に含まれるんでしょうけど、でもね、もちろんそういうハンドラーの技術とか、そのなんていうかな、そのテクニックはジャッジに含まれるのかもしれませんが、犬が全然ダメだったら、それはもうね、ちょっと犬のいい方を絶対選ぶべきですよね。ハンドラーの技術だけで犬を選ぶんだったら、じゃあもう犬なんかもう何でもいいじゃないですか。そんなの犬の良し悪し関係ないんだったら、
からその これからハンドラーになろうと思っている若い方々は絶対に犬の良し悪しだけでジャッジングするということを強く心に決めていただきたいと思いますね。それ以外の 何者もジャッジの要素の中に紛れ込ましてはいけません。純粋にこの犬が一番いいと思ったからその犬を一番にした、ただそれだけ。絶対に賄賂にも何も他の何者にも屈しないというジャッジを作るなんか協会かなんか作れないですかね。クリーンジャッジ協会みたいな。お金に屈しない、友人関係に屈しないジャッジングを行いますのジャッジの協会を僕が会長になって作ります。そしたらどこのドッグショーからも呼ばれずに自分たちだけでショーを行わなければならなくなるかもしれないですね。この犬種はまあちょっとでも買いますかって言われたら僕はブラッドハウンドの方が好きかもしれません。いやでもねまたうるさい。この放送がね動画には入ってないかもしれませんがものすごいうるさいんですよ今ずっと。もうね全然自分の声が聞こえないから喋れないんですよね。もうやめてほしいわこの館内放送。本当に必要なことを言ってるんですかね。なんかジャッジがどこで行われているとか、なんかそんなこと言わなきゃいけないんですかね、わざわざ。でもこの犬すごいいいと思いますけどね。なんで増えないんだろうか。日本では飼ってる人少ないですよね。もう間違いなく少ないです。見たことないですよ。なんでみんな飼わないのかな。僕に輸入してくださいって言っていただけませんかね。
すごいいいのを輸入しますよ。どれくらいかな金額は。全部で、まあ、どこの国から輸入するかによって違うんですけど、まあね、どこの国から輸入、どこの国から輸入するかで違うんですよ。結局その西のヨーロッパの方だとちょっと高いですよね。輸送費が高い。東の方だと輸送費は安いけど、果たしていい犬がいるんだろうかみたいな。まあいるでしょうね。いると思うんです。ルーマニアとかブルガリアとかウクライナとかでももしかしたらいるかもしれませんね。多分好きな人いると思いますね。ヨーロッパにはいろんな国に。いやいいと思いますけどね。なんで買わないんだろうみんな。これ街の中、まあでもね、その全然狭いところでずっとなんかつなぎっぱなしとかで買う人には輸入しないですから、すいません。あとそのなんていうかな、どれくらいかな、130万円ぐらいじゃないかな。おそらくそれくらいだと思いますね。150万ぐらいかかるかな。130、安かったら130万円ぐらい、高かったら150万円ぐらいですかね。いや高かったら150万じゃ買えないかもしれないです。150、60万円ぐらい。まあでもね、分かんない、それもう犬のブリーダーによって違いますからね、金額が。それと生後11ヶ月ぐらいまでを置いとかなきゃいけないから、ブリーダーのところに。その飼育料がね、すごい高い時があります、安い時もあります。だからまあもう一般的にというか、その平均すると、まあ、130万から150万円ぐらいだと思いますね。なんで買わないんですか皆さん。買った方がいいですよ。もちろんその成田か羽田か、まあ、関西空港に到着した時点の金額ですよ。あるいは沖縄とかに運ばなきゃいけないとなると、そこから何万円か必要ですね。だから税金、まあ税金も払わなきゃいけません。税金は海外に送ったお金の、ペットで買う方はすいません、60% の 10% の消費税ですね。ですから例えば100万円仮に海外にお金を送金したとすると、その 60% ですから60万円、60万円に対する 10% の消費税ですから6万円ということになりますね。ブリーダーでじゃなくて、あ、そうそう、あ、この犬だ。ブリーダーをされる方は輸送費もにも課金されます。課金じゃない、課税されます。ですから例えば全部でどれくらいでしょうかな、計算できなくなりますね。複雑なお金計算すると、だから輸送費と犬のお金と全部合わせて100万円送ったとするんじゃないですか。そしたらその
100万円丸々全部に対する、だから 60% とかなくて丸々に対する 10% だから10万円ということになりますね。100万円としたら。でさっき の, そのペットで買う人の場合も100万円で計算しましたが、それは輸送費は入ってないですからね。そういう100万には、さっきのペットの人には、ペットの場合は輸送費は外して、純粋に犬のお金だけに対する 60% に対する 10% の消費税ということになります。まあ、実際はね 10% の消費税だけじゃないんですよ。でもね 10% の消費税ぐらいの金額になるんですよ。本当はなんかね住民税と か, なんかそういうのが入ってるんですね。消費税プラスなんか市民税みたいな。でもねちょうど 10% ぐらいなんですよ。だから 10% で計算しています。さて皆さん、それでは2020のブラックイタリアーノのリングからでした。失礼いたします。